こんにちは、マル旅チャンネルのマルです。今回は JW マリオットホテル奈良にやってきました。これね、めっちゃ楽しみなんですよ。 JW って言ったら世界的な有名なホテルじゃないですか。それが日本にあるのがこの奈良だけ。できたのが2020年なので、まだ3年ぐらいしか経ってないんですよね。いやー、このロビーもすごいですね。広さもすごいですし、インテリアというんですか、明らかに高級ホテルのロビーっていう感じですね。で、奥にも、奈良ではの鹿の絵が、大きい鹿の絵がありますね。まだ私たちが来た時はチェックインの時間ではなかったので、そんなにお客さんはいなかったですね。でも真ん中にあるクリスマスツリー、これはでかかったですね。この JW マリオットホテル奈良なんですけど、スイートルームが16室、全部で158室あるみたいですよ。このホテルへのアクセスは近鉄奈良駅の隣の駅、新大宮駅からだいたい歩いて10分ぐらいです。土曜日日曜日祝日は新大宮駅、近鉄奈良駅と、シャトルバスが運行されているみたいなので、ぜひ、利用してみてください。ホテルの中には24時間オープンのフィットネスセンターや屋内プール、スパなどがあります。ビジネス利用にも嬉しい専用会議室もあるみたいですよ。この飾られてるお菓子の家もすごい作りがめちゃくちゃ細かくて、クリスマスって感じですね。ちょっと2階に上がってみましょうか。階段のところにもクリスマスの飾りがいっぱいあります。子供たちもはしゃいでいますよね。2階には複数の宴会場があって、あとエグゼクティブラウンジがあります。そういえば私たちが宿泊している間、異業種交流会っていうイベントが開催されてましたね。スーツを着た人とかいっぱい来てましたよ。ここから少し外に出ることができます。ちょっとした緑が見えるのが何かほっとしますよね。いろんな種類のハーブが植えられていました。ここのレストランの料理にも使ってるんでしょうかね。この椅子は子供たちのお気に入り。ここのスペースが居心地がいいです。ちょっとエグゼクティブラウンジを覗いてみたいと思います。エグゼクティブルーム、プレジデンシャルスイートルームに宿泊すると利用できます。軽食やスイーツ、ドリンクが自由に楽しめますよ。邸宅スタイルがテーマになっているみたいで、まるで自宅のようにくつろげる空間になっています。またアクセス券を購入すれば、どの客室に泊まっていてもエグゼクティブラウンジを利用できますよ。この奥のスペースでカクテルサービスやフードプレゼンテーションなどが行われます。メニューは時期や曜日によって変わるみたいなので、行くたびに違った驚きがあるでしょう。これからはキッズ向けの料理教室などいろいろなプログラムも開催予定みたいです。この時は結構いろんな種類のドライフルーツが並んでいました。私のお気に入りはやっぱりマンゴーですかね。結構食べました。紅茶の種類もかなり豊富なので、お気に入りの紅茶を選ぶことができると思います。またコーヒーメーカーのメニューもいくつか選ぶことができるので、自分のお好みのコーヒーを飲んでください。私はやはりエスプレッソがお気に入りです。
朝と夜にはこのスペースに料理が並びます。料理の種類も結構あったのでいろいろ楽しめると思います。味も結構良かったですよ。こちらの扉はまさかの冷蔵庫。最初全然わからなくてちょっと困ってしまいました。中にはソフトドリンクや時間によってはアルコールが並ぶことになります。グラスも冷えてて自由に選べますね。ドアのところにはソフトドリンクも並んでいます。ここからはネタバレ注意のアトラクション、子供たち向けのクイズが10個あります。この謎を解いて写真を撮ってスタッフの人に見せるとなんとご褒美がもらえるっていうゲームです。結構難しくてお父さんお母さんと一緒に悩んで悩んでどこかなって悩んでどうしてもわからなければスタッフの人に聞いてみるとこっそり答え教えてくれますよ。答えの場所がロビーだけではなく2階に行ってみたり客室の廊下の部分にあったりいろんなところを巡らなければいけません。そのためホテルのいろんなところを散策できてまたいろんな秘密も聞くことができて本当に楽しかったです。いよいよご褒美の時間です。スタッフの人がなんと宝箱を持ってきてくれました。その中にはお菓子が入っていてそれをつかみ取りすることができます。子供たちはこのお菓子が欲しいあのお菓子が欲しいと言いながら思いっきり手を広げていっぱい取っていました。やはり子供たちはお菓子が大好きですよね。スタッフの人も海外の方が非常に多かったんですが日本語がすごい上手で子供たちにもすごい笑顔で丁寧に接してくれました。本当にこのホテルのスタッフの人は対応がすごく丁寧でフレンドリーです。子供たちにとっても非常にいい思い出になったみたいで家に帰ってきてからもよくこの話をしていました。今からルームツアーをしてみたいと思います。今回の部屋は433の部屋。中に入ってみるとなんとベッドの上にこんな綺麗な飾り付けがしてありました。それではルームツアーをお楽しみください。シャワーは間違えると頭から水浸しっていうシャワーですね。まさかのお風呂の水を出すのに手こずってしまう私、かなり恥ずかしい。こんな感じで揃っています。使っていて不便なところはなかったですよ。さあこの中には何が入っているんでしょうか。片手なので開けづらいです。こんな感じで揃ってます。
今から奈良公園に観光に行ってみたいと思います。奈良公園まではぐるっとバスがすごく便利。詳しくはスタッフの人に聞いてみてください。いろいろ親切に教えてくれますよ。時刻表などももらうことができます。それでは一緒にバス停まで向かってみましょう。そんなに遠くはないですよ。ちょっと反対側まで歩かなきゃいけないですけどね。料金は1人100円で乗ることができます。奈良公園の様子はぜひ過去の動画を見てみてくださいね。見どころ満載です。部屋に帰ってきた時にはもう日が沈みかけていました。ここから眺める夕日も結構綺麗でしたよ。さあ、明日はどこに行こうか、ワクワクしながら計画を立てたいと思います。外に出てみると、ちょっとしたイルミネーションがありましたよ。まるたびチャンネル。朝になりました。さあ、楽しみにしていた朝食です。場所は1階のロビーの奥にある鹿の絵の横が入り口のシルクロードダイニング。こちらでビュッフェをいただきます。実はこの日が私たちの結婚記念日だったので、ホテルがこんな素敵なプレートを用意してくれました。折り紙で折られた鹿がすごく上手にできててびっくりしました。こんな可愛いカフェラテも作ってくれました。
今回の動画はいかがだったでしょうか。さすが JW マリオットホテルというサービスでした。特にスタッフの方の気配りが印象的でした。ぜひまた行ってみたいと思いました。